皆さんこんにちは、キャスタイス TV の小林です。栗崎です。小林さん、はい、まあ、今回はね、もう数学、化学と今まで紹介してきたんで、ついに物理に行ってみようと思います、はい。まあ僕は現役の時すごく物理が苦手だったんですけども、今物理学科にいるんですけどね、まあその過去の、ね、自分の体験を踏まえまして、まあ厳密さよりも分かりやすさと感覚的なものを重視した参考書を紹介していきたいなと思います。はい、はい。で今回もね、公立高校の生徒を対象として、うん、まあ、夏が終わるまでにね、どういったレベルで理解しておけばいいのか、また何をマスターすればいいのかっていうのも合わせて紹介していきたいなと思います。はい、それではやってみましょう。はい、まず最初に、はい、物理という科目についてちょっと話をしてみたいと思うんですが、はい、まあ、物理というのはですね、大きく5個の分野に分かれておりまして、はい、まあ、力学、電磁気学、あとは光ですね、うん、あとは熱力学と原子というふうになっています、はい。で大学入試に、まあ、仮に限定するということである、まあ、僕大学のこと全く分かんないんですけど一応今の並んだ順、力学とか、はい、まあ、電磁気学とかが、うん、まあ、重要度が高いというふうに言われているわけですね、はい。まあ、ただ普通の学校でですと、はい、この電磁気をですね、学び終えるのが結構高3の終わりになっちゃうと、ね、まあ、カリキュラム的にね、はい、なってしまってて、はい、まあ、下手すればね12月だったりとか、ね、もっと最低な高校だと、センター1週間前とかいや ありますから本当に、はい。なのでそこをやっぱりですね、遅れることはできないということでですね、うん、まあ、先取りをする必要があるというふうに思います。はい、特に、一番最後の、まあ、さっき言った原子、はい、まあ、確かにその入試の、まあ、優先度でいうと、まあ、低めではあるんだけれども、はい、まあ、でもね、もう入試直前まで原子やってますみたいな、そうですね、そういう学校もいや、リアルにあるというか、うん、むしろやっぱりそうだし、下手すると原子はなんか曖昧にされて終わったみたいな、そういう学校の話も聞いたことあるんで、まあ、はい、そうですね、入試その、まあ、出ないとは言わないですけど、はい、非常に、まあ、濃度は薄いのでね、そうですね、うん、だから僕が聞いたね、その次第とかで、うん、受験終わる方だと、うん、もうなんかあれ原子ってあったっけ、あの学校の授業でね、学校の授業で原子ってやったっけみたいな、はい、で卒業していくみたいなのもあるので、まあ先取りが大事だということなんですが、はい、まあ、やっぱり受験科目としての物理の特徴をちょっとまず教えてほしいんですよ。そうですね、まあ、独学が必須って先ほど小林さんも言ってたと思うんですけど、うん、まあ、ちょっと難しいんですよね、独学がそもそも、うん、そうですね、やっぱこう、うん、厳密な論理っていうの、まあ、理論体系立てたものがあるんですけど、まあ、それとは別に感覚的な理解も必要で、結構そのね、うん、両方が求められるので難しいのかなと思いますね。ただ大学受験に限定すると、まあ、これ結構賛否両論あると思うんですけど、うん、感覚的なね、その理解の方だけでも十分に合格点が取れるようには入試問題が作成されていることが大きいですね、うん。でまあ、得意不得意がやっぱ感覚的なものになるので、うん、得意不得意がはっきり分かれるため、まあ、不得意と感じる人のもう敷居というか物理の苦手さは半端ないイメージがありますね、うん、でしょうね、はい、どうしても物理が無理で生物みたいな人もね、そうですね、うん、いたりするわけなのでというところだと思うんですが、はい、まあ、実際にね、じゃあおすすめの参考書としてどんなものをこなしていけばいいのかについてちょっと聞いていこうと思うんですが、はい、まず最初にですね、まずスタートとしていい本ありますか。はい、そうですね、自分はこう苦手な受験生を対象として、まあ、いい本を探すとやっぱ学研さんから出てます橋本流解放の大原則という本がすごくいいのかなと思いますね。はい、おすすめする方多いですね。そうですね、うん、まあ、力学波動っていう参考書と、あと電磁気熱原子っていう、まあ、その2冊に分かれてるんですけど、まあ、結構感覚で分かるとか、こうイメージをつかむことに比重を置いてる参考書です、うん、もう結構とか圧倒的にほとんどそうなんですけど、まあ、そのため図やあと分かりやすい例とか例え話が豊富にあり、うん、まあ、初学者でも抵抗なく学習できるようなテイストになっています。まあ、しかしですね、その反面やっぱ感覚を重視しますと厳密な定義とか、まあ、論理性に関しては結構ね、かなり度外視されているものが大きいんではないかなと思うので、うんうん、そこら辺はご注意をお願いします。まあ、問題は豊富ではないんですけど一定数ついているので問題を解くことで、ね、本文の理解を深めることができるので、まあ、ぜひ解いていてください。で、まあ、これ一冊で中堅次第とかあと地方国公立なんかは、まあ、十分に対応できるレベルとなっております。はい、小林さん、まあ、実際こんな特徴を持った橋本流解放の大原則なんですけど、はい、どういった方にお勧めしますか。そうですね、やっぱりまあ基礎というか、うん、まあ、ベーシックなものなので、はい、やっぱり物理やんなきゃいけないんだけどちょっと苦手だなとかね、はい、まあ、ちょっと嫌だなとか思っちゃう人とか、はい、あとはまあ今のこのね、この動画見てる時期にそんなことあれじゃダメだけど、はい、間に合わんとやばいと、別にそういう人にはまずこれ、はい、まあ、とりあえずやってくださいというところですね、はい、あとはやっぱりその物理をやる方の中でもやっぱ数学にもちょっと苦手意識があって、
なね、そうですね、そういう方はまずやっぱイメージから掴んだ方がいいので、はい、まあ、そういう方にはいいと思います、はい、まあ、実際にね使っていくとした場合、はい、まああのまあ、物理に限らないんですけれども、はい、やっぱり自分でねちゃんと考えながら読み進めていくことは非常に大事だと思います、はい、あとは当然、まあ、こう理系科目なので手はね絶対動かさないとね、はい、その電卓で計算するみたいなね、どっかで、ね、どっかの、いや物理はそんなことない、そうですね、物理はそうだね、どっかの誰かの科目で、ね、どっかの化け学で出てきたような話なんですけど、はい、ダメだし、まあ、いずれにせよですね、まあ、2回ぐらいね、僕は読んでいいと思うので、うん、なったらもっと読んでいいと思うので、はい、まあ、1日ね、まあ、最低でも3テーマとか、はい、テーマ数決めてですね、どん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 こなしていくっていうのがいいと思います。はい、で、まあ、ただですね、いかに早く終えるかってことももちろん大事なんだけども、はい、さっきも言ったように、そのイメージちゃんと掴むと、うん、そうですね、把握するとこ大事なので、はい、そこをね重視しながらぜひ勉強してほしいなというふうに思います、はい、はい、じゃあ次にまた参考書で次のまあレベルというか、はい、そういったものを紹介していただけますか。はい、まあ、次の参考書として結構有名なものだと思うんですけど、まあ、河合塾さんから出てます物理のエッセンス、はい、はい、まあ、こちらもね力学波動と電磁気熱原子のね2冊に分かれてるんですけど、まあ、若干橋本流解放の大原則よりはこう論理に視点を置いてるかなと思いますね。で、入試に出る範囲っていうのを非常にコンパクトにまとめていて、まあ、教科書と入試って結構乖離があると思うんですけど、はい、まあ、その差を埋めるのにいい参考書かなと思いますね。で、一方でやっぱまとまっているためやっぱ詳しい導出とか解説とか詳しいそのイメージの説明はないので、まあ、初学者というか物理が苦手な方にはちょっときついかなと思いますね。まあ、しかしですね、やっぱ効率よく点を取ることに関してはすごいまとまってていい参考書だと思いますので、うん、これを一冊をやるだけで、まあ、結構どの大学でも本当に東大とか、ね、その難関大でも合格点が取れるんではないかなと思います。ただ一点こう注意事項というかこう気をつけてほしいことがあるんですけど、先取り学習をする際にはやっぱこの参考書まとまってるので、うん、一冊だけでは厳しい部分があるんですね。なので必ずこう聞ける人、先生であったりとか先輩であったりとか聞ける人を見つけておくことが大事なんではないかなと思いますね、うん、はい、まあ、学校の先生なんかに、ね、質問できれば、はい、まあ、一番効率的かなと思うんですけども、はい、やっぱりさっきも言ってくれたように、うん、まあ、物理がね、まあ、すごい苦手という人よりは、まあ、基礎はあるよという人に向けたものだと思います、はい、あとはやっぱり難関大受験を考えている方、難しいとこ受けようかなって思う人は、はい、まあ、ここでね勉強した方がいいと思います。逆によくあるのはですね、この本から手をつけちゃうと、そうですね、あんまり得意じゃないんだけどこの本から手をつけちゃうとかってなると、はい、ちょっとまあ、レベル足りないかなみたいな、確かに、でちょっとくじけちゃってそれこそ本当に物理が嫌になっちゃうみたいな人もいるので、そこはよく参考書の選び方は注意してください、はい、で使い方に関してなんですけれども、はい、まあ、さっき紹介した、まあ、参考書と同じように、うん、やはりまあちゃんとね手を動かして解いていくことは前提として、はい、まあ、中身やっぱりこう両問がねすごく多い、うん、エッセンスと言ってるだけいいので、はい、まあ、その一問一問ですね、まあ、飛ばさずにねちゃんと考えて、うん、やっていってほしいなというふうに思います、はい、説問に関して言うと最初の1週分ぐらいは、はい、まあ、数ヶ月 2,3 ヶ月ぐらいで終わらせて、うん、まあ、問題演習に入った際にもわからないところを、まあ、これで調べたりとか、はい、まあ、してですね使っていくといいと思います、はい、はい、では次の参考書を教えてください。はい、まあ、次はね学研さんから出てます宇宙一わかりやすい高校物理という参考書になります。比較的新しい本ですかね。そうですね、うん、まあ、こちらもやっぱり力学波動と、うん、まあ、熱電磁気原子の2冊に分かれてるんですけど、はい、まあ、上記2冊の参考書と比較して非常に厚いんですよね、うん、2倍くらいの厚さなんですが、レイアウトが非常に特徴的で、こう物理の参考書にしてはこれすごく珍しいと思うんですけど、右開き1ページあるじゃないですか、うん、基本的に問題集って左側が文章による説明で、うん、右側が全て図とかイラストで説明されていて、いいですね、まあ、結構苦手な人にももう分かりやすい、とっつきやすい参考書になってますね。だから橋本流解放の大原則という、まあ、先ほど紹介した本と結構読者層は被ると思うんですけど、文章による説明が詳しくなっているのが結構特徴的かなと思いますね、うん、まあ、しかし、まあ、注意点としましてはやっぱりこう到達レベル、参考書の到達レベルが、うん、まあ、今の2冊の参考書と比べてやっぱ低いっていうのが挙げられて、河合、うん、まあ、塾の方記述模試でもやっぱ偏差値50前後がいけるラインかなというのがちょっとね、うん、懸念点でありますね、まあ、そのためマーチとかあとニットコマ線以上死亡する学生の場合はやっぱこれ1冊では足りないので、まあ、エッセンスとかね、うん、その他の参考書に手を出してみるのもいいんではないかなと思います、はい、まあ、おすすめの人としてはですね、まあ、参考書が厚いのがまあ嫌じゃない人そうですね、うん、そう、ただ、まあ、ちょっと苦手意識やっぱりある人は使ってみてもいいんじゃないかなというふうに思いますし、うん、はい、まあ、苦手な人だからこそイラストで分かりやすくでも分厚い参考書でやった感は出るから、そうですね、やった感出るから意外にいいかもしれないそうで、やっぱレベル的には、まあ、この本だけで終わるとは限らないけど、この本だけで言うなら、まあ、センターでまあ8割とかね、そうですね、うん、まあ、よくて8割ちょっとみたいな、うん、それぐらいはまあ目指す方にとっては、はい、まあ、いい本だと思いますね、はい、はい、で使い方なんですけれども、まあ、これをね
まあ、目標にする、つまり、まあ、さっき言ってくれたように、うん、偏差値50ぐらいでいいよということであれば、はい、まあ、これをちゃんとやって、あとは、まあ、学校で配られた問題集とか、まあ、セミナー系とかですね、はい、ああいうのを、まあ、1年間やり込めば、まあ、別に十分いいかなと。ただ、はい、これを足がかりに、まあ、他の難関大レベルを目指そうということであれば、まあ、ここにあんまり時間をかけても仕方がないので、うん、これをある程度早く終わらせて、はい、まあ、問題演習とか、よりレベルの高い参考書に、まあ、手を出していきたいなというところでございますね。はい。はい。はい、では最後にですね、はい、まあ、やっぱり物理といえば、やっぱり微積分。そうですね、微積分。っていうのが、一個こうテーマとして出てくるんですけれども、はい、まあ、あくまで今回ね、その、うん、もう東大レベルの話とかね、東工大レベルの話ではなく、はい、まあこう、まあ初学者とか、まあ、ちょっと苦手な人とか、うん、ちょっと物理ね、ちょっと遅れてるから不安、まあそういう方に向けて、はい、まあ、微積分をね、使って物理を学ぶことに関してちょっと教えてほしいんですけれども、はい、はい、そうですね、まず微積分、まあ微積分物理みたいなこと言われるんですけど、うん、まあ、結構言葉が微妙だなと思いまして、はい、まあ、結構論理性を重視した物理っていうか、まあ、ちゃんと体系立てて学ぼうっていうのが、まあ微積分を使った物理の特徴ではあるんですけど、うん、まあ、これやっぱすごく難しくて、うん、2つ難しい点がありまして、まずやっぱその微積を用いるということで、やっぱ数学的処理ですよね、うんうんうん、でもう1個が計算結果、まあ出てきた数学的処理から出てきた計算結果の表す物理的意味っていうのはやっぱある程度理解しないと、やっぱ計算だけじゃやっぱ分かんない部分が多いんですよね。なので、まあ、この2つがすごい重要なんじゃないかなと思うんですけど、この2つを学ぶことって難しいので、まあ、大学受験、もう大学受験だけ、大学受験で高得点を取るだけっていう観点に当てると、やっぱあんまりおすすめはしませんね。なるほどね。まあ、しかし結構矛盾するようなんですけど、まあ、僕もね、実際大学に入って大学2年生までで学んだんですけど、うん、厳密にね、体系的に学んだ、物理を学んだ先に得られるものってやっぱ大きくて、うん、まあ、大学受験、まあ今でも結構見ますけど、まあ、簡単だなと思ったりとか、まあ、あ、当時は僕はこんなものができなかったなと思ったり、結構高い視点がね、来られる場合が多いし、悟った。そうですね。あと、大学1年生で最初教養でこれやるんですけど、うん、まあこれがね、スムーズに入れるっていうのは大きいので、うん、時間がある方、うん、あとやっぱり物理を楽しみたい。うん、物理がもう少し面白いみたいな、数式が面白いという方には数学的処理と計算結果の表す物理的意味の2つを考えながらやるのはいいんではないかなと思います。なるほど。参考書としましても、やっぱ駿台さんから出てます新物理入門、これ僕使ってたんですけど、はい、とかあと河合塾さんから出てます理論物理の道しるべ、うん、あと本当にもう大学の教科書なんかやっちゃってもいいんじゃないかなと思いますね。はい、ありがとうございます。まあ、というわけでね、まあ、微積分の話もありましたけれども、はい、まあ、やっぱりね、どうしてもこう、本当極めるというレベルの人であればという感じだと思っていて、うん、それこそ、まあ、ちょっと昔話で申し訳ないんですけれども、はい、まあ、東大をね、受ける人も、はい、まあ、結構東大レベルだとですね、微積分を使っている人は多いらしいんですね。そうですね。うん、なんですけど、得点開示するじゃない、はい、4月だか5月の頭だか、はいはいはい、意外とね、点数変わんなかったりとか、その微積分じゃなく積み上げてきた人の方が高いケースっていうのもなくはないんですよ。うん、ただやっぱり、ね、あの満点近く取る人は大体やってるって感じ。そうですね。はい、そうそう、わかりますかね、この感覚。なので、必ずしも絶対じゃないし、うん、逆にそれに恐れないで、まあ、自分が目指すべきところを頑張ってやればいいかなというふうに思います。はい、まあ、いずれにせよですね、話をぐーっと戻しまして、はい、まあ、今日のまとめなんですけれども、うん、やはり物理ね、先取り学習していくということで、はい、まあ、自分で手を動かして勉強していきましょうということがまず一つ、はい、で問題演習ももちろん大事なんですけれども、はい、そもそもの、まあ、そこに流れているですね、うん、言葉の定義とか、うん、ね、物事のこう決まり法則、そういったものをきちんと理解するということがスタートで、はい、まあ、いくら暗記してもですね、その事象が分からなければ何も見えてこないというのが、はい、まさにね、物の断りですから、確かに物理ですからね。確かに、うん、だからそこをまず最初に大事にしてほしいなというふうに思います。はい、はい、というわけでね、今回は物理について動画を出させていただきました。まあ、これからもですね、まあ、理系科目であったり文芸科目、いろんな科目のですね、先取り学習についてお話をしていきたいと思いますので、はい、もしリクエストなどありましたら、ぜひコメント欄に教えてください。あとはですね、同じ物理でも、まあ、ちょっと難しい話、そうですね、ウェルカムとかね、なんか要望がございましたら、はい、まあ、同じようにコメント欄いただければ、あ、一応ね、まあ、出せるかわかんないですけど、まあ、検討は必ず、毎回ちゃんと検討はしておりますので、ぜひコメントお願いいたします。はい、というわけで、本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。皆さん、いつも動画をご覧いただきありがとうございます。この度、私小林が就活イベントに登壇することになりました。どんなイベントに登壇するんですか？はい。就活マッチングイベント、ガチドラというイベントで、はい、企業さんと就活生の皆さんをマッチングするイベントなんですけれども、はい、企業さんが皆さんをもしかしたら指名するかもしれないというすごいイベントです。すごいイベントですね。
もしかしたらそこから内定もらえる可能性もありますか？はい、その可能性もあります。詳しくは概要欄の URL にですね、詳しい説明の動画載せておりますので、ぜひご覧ください。皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。